皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは生きていれば何度でもやり直せるということについてお伝えしてみたいと思います。おそらく教室業レベルの先生だとですね、数億の負債を抱えて、ニッチもサッチもいかなくなってっていうようなところまでの経験がある方はほとんどいないと思うんですよ。2億とかね、3億の例えば自分が事業に失敗してとかっていうんだらまだしも、人によってはですね、誰かに騙されてお金を経理の人に横領されて取られてとかね、いろんな思いをしている、経営者の方とかね、そういうこう過去の話とか聞くにつれてですね、その方たちっていうのはそこでね、自殺という道を選ばなくって生き抜くっていう道を選んだんで、私生きてますから、そういった方とねお会いした時に裏話っていうことで壮絶なる過去の話を聞いたりすることがあるわけなんですよ。で、当然その時にね、一瞬こう飛び込んでしまう、このまま電車に飛び込んだらとかね思うことがあったっていう話も同時に伺ってます。だけれども結果それぐらいの気持ちになった状態から、もう死んだ気になって働けばって、大体皆さんそんなお話をされるんですけれども、何でもできるって言ってました。はい、どんな努力でもどんな苦労でも、死ぬ気になればっていう言葉ですよね。だから恥も外部もない、そのパワーっていうのはやっぱりすごくって、でそれがまた応援する人を呼んでくれてっていうことで、結果復活劇を遂げるわけなんですけれどもね、そういうお話を聞くにつれて、私がメインで見てる方はね、教室業の先生なんですけれども、数億の負債を抱えて困ってますっていう方とはまず出会ったことがないです。はい、家が厳しすぎて自分が抱えてる借金が数千万ですっていう方にも会ったことはないです。ということは大概皆さん、例えばうまくいかないなと自分で思っていたとしてもですね、それが例えば10万20万レベルで借金とかね抱えたり、いいですよ、ちょっと多めにして、じゃあ300万とか400万500万1000万だとしましょうか。だったとしてもそこまでこう追い詰められてどうしようもないっていうほどにはなってないということは、やれば何でもできるっていうことだと思ってるんですよ、生きてさえいれば。だから今がねうまくいってなくても気持ちも落ち込んで何もやる気がしないっていう方は、生きているっていうことに対しての、感謝が少ないなっていうふうに思うんですよね。明石家さんまさんがね、生きてるだけでも丸儲けって言ったりとかすることがあったようなんですけど、私もその意見は賛成で、生きてればね何度でもやり直しもできるので、いろんなことをチャレンジすることもできるんですよ。だからすでにその今いる状態で生きてられてるっていうのが、やっぱり自分がね恵まれているっていうことに気がつかないといけないし、生かされてるっていうことにやっぱ感謝しないとねいけないなっていうふうに思う時があるんです。だから世の中に対してとか今の自分の現状とかに不満を持っているっていう人は、そもそも生きてる時点でもラッキーなんだっていう視点から立つとですね、失敗なんて本当に微々たる小さいものに見えて、それによってこう自分がね何かチャレンジをしていくとどんどん世界が広がるっていう視点に立つっていうのも、たまにはね必要なのかなっていうふうに思います。生きていればっていうところに立ち返れる人って結構少ないと思うんですけれども、それぐらいの気持ちがあればほとんどのこと何でも成功すると思っても間違いないです。私もね、期せずして死の淵ギリギリのところをね見たことがあるんでそんなこと言ってますけど、生きてるから今頑張れてるっていうのはやっぱり感謝の気持ちにね耐えないということはありますので、ぜひそんな感覚で日々のね人生を振り返ってみていただければいいかなっていうふうに思いますので、今日はそんな話をしてみました。それでは。